はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でプラグアンドプレイやっていきたいと思います。で、ダイヤをね、購入してですね、やっていきたいと思います。高尾から新宿。長そうだな。通勤快速っては、通勤特別快速 201系。中央ラインダイアグラムシャープ04。でも結構電車でこうプラグ&プレイも遊んだよね。東京行きが発車です。まあ長そうだな。何分ぐらいかかんだこれ。結構長いな。4番線ドア始まります。ご注意ください。はい、ご注意ください。制限45。はい、とじめて出発進行。高尾 A 発。カカオって聞こえたけどね、高尾ですね。カカオね、ココアはまあ僕好きですけどね。やっぱココアもいいし、ね、夏は飲まないんだよね。やっぱホットココアはね、ホットココアは飲むけど。冬に飲むかな。なんかスピード上がってるのかも。制限解除。豚に勾配。OK。立川に行くんだね、いきなり。ホットココアは飲むんだけどね、アイスココアは飲まないっていうね、そういうオチなんですけど。 OK。 で、何キロまで出せばいいか。あ、そつなんだ。警笛があるみたいですね。捕獲式警笛。あと20秒ですね。場内。まあ80キロ。これぐらいでまあちょうど大怪我しないと思うんでね。まあこのまま行けば。何キロくらい出せばいいんでしょうね。70キロか。早いね。ちょっと早すぎるのかな。注意。お、201K。 OK、 こういう感じで。ああ、1キロ速くたんか。進行。進行。制限95。で、95。出し過ぎなのかな。95。あ、ここ下り勾配だから65。場内、現場、八王子、停車、停車。あ、停車か。前園90、前園会場。やめて。こういう感じで60。忙しいね、ちょっとね。電源60。まあちょっとスピードは70。電源65。まあこういう感じで。まあ冬はね、ホットミルクとかね、飲んだり、ホットココアとかも飲んでんだけど。吉川ひなのの曲にね、ホットミルクっていう曲があるんだよね。のび太の南海大冒険っていう映画の主題歌にもなったと思うんですけど。
のび太の南海大冒険の曲ね。私の一番大切な人とかそういう曲だったと思うんですけど、ね、お忘れもないよ、ございま、お忘れもなさいませんようにご注意くださいと。次どこ？2番線ドアが閉まります、ご注意ください。立川に到着？立川か。はじめ、はい、初めて八王子 A 発。お、横浜線も走ってる。横浜線205系で左側103系のウグイス色八高線ですね。みんな早いね。65キロぐらい出してんだね、この八高線。もう発送通だ。あっち行くんだね。まあこのペースで行くと。そう、ホットミルク、ホットココアね、いいですよね。夏は何飲んでんだ。でも夏炭酸飲むかっていうと飲まないからね。炭酸ってまあ電池のことじゃなくてね、まあ電池飲む人いないですから。炭酸飲料。キロぐらいの狭いんだこれ。あ、早いんだ。なんかスピード上げたり落としたり忙しい。こんな感じか。でもお茶飲んでることが多いかな。夏はね、冷たいお茶を飲んでることの方が多いんで。201系ばっかり止まってんね。さあ第1計測進行80か。こういう感じで上り勾配、これ自然にスピード落ちる。第一場内進行。あ、いいのか。あれ、もちろんでも分かんない。第二場内進行。OK。 あれ、ちょっと早いな。いいでしょ。おお、ぴったり。次、日野か。80、90だ。進行。まあ、夏は冷たいお茶を飲んでるといいね。進行。まあ、クレヨンしんちゃん風に言えばお茶茶を飲んでるって感じなんですけどね。クレヨンしんちゃんだとね、お茶のことをお茶茶って言うんですよ。あれ、ちょっとスピード落ちてんの。自分でスピード上がんないっていうのがすごいな。どうしよう、83キロくらいまで上げといて。あ、下り勾配だ。あ、1キロ早い。早いのか。失敗したな。90キロ。ま
と80か、忙しいね。で、ここで引いたんじゃない。最初あずさ何系か忘れたけど、あずさ号がね走ってましたけど、3秒遅れか、3秒遅れ。ご乗車ありがとうございました。立川に到着で、青梅線南武線ご利用のお客様お乗り換えです。次はどこ行くんですかね。国分寺。東京行きの電車発車いたします。隠し系的に2箇所あんのか。ドア閉まります。ご注意ください。足元にご注意ください。足元にご注意ください。あいつなんだ。はい、出発進行。バス進行。立川 A 発。で、鉄道作業員がいるというね。走ろう山手線に風に言えば、本線作業員手を挙げたやつ。で、76km。あ、南部線。また201系。あ、よかった、ギリギリ。
80キロだな。80キロでちょうどいいでしょう。お、また201系だ。停車中。通過。80キロ。早いかなと思うんですけどね。まあちょっと1秒遅れるかな。で次国分寺。どうだろう、どんぐらい変数。うわあ、そんなにスピード。はい、また201系ですね。これゼロにはなんないね。進行国分寺停車 ACG10 70。進行、まあ、こういう感じで結構ギリギリなんだ。70だとこれくらいか。まず30秒ある。まあ、こういう感じで。あと15秒。こういう感じで0cm だ。おお、2万5000ポイントもらってる。 2秒遅れだな。国分寺です。ご乗車ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次、大新宿。お、また201系だ。ご注意ください。はじめ出発進行。まず進行国分寺 A 発。お、低速45。お待たせをいたしました。ご利用くださいましてありがとうございます。40はさすがに間に合うよ。特別会食の東京駅です。次は80キロも出すの。201系止まってんな、結構な。すごい止まってんな。こういう感じで行きまして、まだ201系止まってるの。 OK。 あとどうすればいいんだ。
まあ70いける。進行。こういう感じでね、行けば大けがはしないと思うんだよね。第2場内進行。第2場内進行。左側の方ただ工事してるだけか。まあ1秒遅れてる。隠し警笛がどっかであるらしいんだけど、第2ヘッド進行。あ、いいですね。第1ヘッド進行。お、また201系。本当に201系多いね。東高岸に、これも加速で行くしかないんじゃない。第2場内進行。まあまあもうちょっと早いか。ちょっとこれぐらい落としていって。まず進行。次は早かったか。低速。進行。でまた隠し系敵がどっかであって。人このダイヤ作った人201系大好きかも。武蔵境スーパーケース好き見たか。第2ケース進行。まだまだ隠し系的があるのか。第1ケース進行。あ、隠し系的新しいんだけど、あ、ここか。で、80。忙しいね、本当に。第二場内。オッケー。高津か。ちょっと早いんじゃない？でも通過だよ。やばい。あ、やべえ、ちょっとスピード落としすぎた。なら三角の定通吉祥寺80本。あ、80か。遅れちゃったね。1キロ遅かった。お、また201系。ちょっとどうしようかな。これもまた難しいね。進行。あ、このまま行ってますね。第1場内進行。この感じ。OK、吉祥寺。ちょっと遅れてんね。第2場内1、2、3、4秒増えてる。吉祥寺通過。第1ヘッド進行。ちょっと参ったな。あ、1キロ早かった。75か。こういう感じで
これ右の電車何線なんだろう、ね、わかんないな。 OK 90キロは出しておきたいんだけどな。90キロ出ないでこれ。第20号線進行。あ、1秒遅れか。西荻窪スーパーフェイス第2号線進行。第1号線進行。低速80番。あ、低速帯なんだ。第1号線進行。こういう感じは下り勾配
これか。スピード上がっていくんだよね。停車。あ、これで終わり。はい、新宿でお忘れ物内容をご注意ください。95,300ポイント。はい、でこれでエンディングになりますね。終わりにしたいと思います。ありがとうございました。